んか。弓に添えて持ち、前差しおよび尻鞘をつけた太刀を帯び、むかばきに井口といういでたちです。まとめつけおよび新潟やとりは鎧したたれに、御三年の烏帽子をかぶり、前差しを帯びて的に着座いたします。馬装についてのご説明をいたします。射手が乗ります鞍ですが、和倉と申します。平安時代になり、馬への負担の少ない木製の鞍が主流となっております。あっちもこっちもせんなら、三の元も的中です。皆さん拍手をお願いいたします。北島教師です。三の元的中、全的中です。大きな拍手をお願いいたします。Thank you.